先発、今日はイーグルス、この藤平が上がりました。久しぶりのマウンド、5月の26日、ちょっと間隔変えて、交流戦は今日が最初の登板ということになりました。さあ、その立ち上がりですけれども、まあ、いきなり先頭の大島にヒットを許して、でこの後、満塁のピンチを迎えます。バッターボックスでは高橋周平、初球でした。高橋周平はレフトへ、ランナー2人が帰るタイムリーヒット。1回の表、ドラゴンズが2点を先制します。そのドラゴンズ先発は小笠原です。2回です。この回ワンアウトから岡島がフォアボールで出て、フランコがつなぎます。ワンアウト2塁1塁で阿部、ブルース対決、第1打席はセンターフライで終わりました。まあ、この後2アウトになって山崎剛がしぶとくレフトの前に落とします。この山崎のタイムリーで1点を返しました。2対1。さあ、ゲームはこのまま5回です。2アウトランナー2塁、この回は辰巳がヒット、そしてバッテリーエラーがあって辰巳が2塁に行って5号です。これが同点のタイムリーヒット。浅村も続きます。ライトへのタイムリー、3対2、勝ち越しのタイムリーになりました。この回2点取って逆転に成功しました。6回です。ノーマートランナー1塁で今日も4番の細川、この回は先頭の岡林が出て、そして細川が返しました。今日もタイムリー、打点を上げました。3対3、同点に追いつきました。さあ、ここで、まあ、追いつかれたところで先発の藤平はマウンドを降ります。2番手はルーキーの渡辺翔太です。その渡辺、ピンチの場面でマウンドに上がりましたけども、得意のパームボールを駆使します。高橋周平を三振。まあ、この渡辺が、まあ、後続きっちりと打ち取りました。そして6回です。阿部がようやくヒットを放ちました。そして山崎剛も続きます。連打で三塁一塁、そして太田、ここでセーフティースクイズ。このスクイズが決まって4対3、イーグルス1点リードに変わります。さあ、そして7回、内です。あ、この内ランナーを1人出しますけども、ゼロで終えました。その裏、ツーアウトランナー1塁で交流戦好調の岡島、左中間へタイムリーツーベース。これで2点差、5対3となります。さあ、しかしその後ドラゴンズの方も8回の表チャンスを作って、ルーキーの村松、三遊間を破ります。このタイムリーで1点差、5対4とします。さあ、しかし最後松井裕樹が出てきて、最後のバッターを打ち取ってゲームセット、5対4、イーグルス勝利。ルーキーの渡辺翔太、嬉しいプロ8勝利を飾った今日のゲームでした。